野田さんであれ誰であれですけども、でも野田さんはいまだにね、あの野田政権はやっぱり普天間で行こうとしてますよね。いやいや辺野古で、あ、そうそうそう、うん、うん、僕はあまり賛成ではないですね。どうすりゃいい、あのね、みんなちょっと日米同盟と世界戦略のあれとちょっと混同して勘違いしてるんですが、はい、アメリカは今最前線に大きな兵力を置く必要ないというあの世界戦略に変わりつつあるんですよ。だから現にこれでオーストラリア、ヨーロッパから、いやオーストラリアはまた別なんですが、ドイツやなんかかあのヨーロッパから5万6万の兵引き上げてますよ。引き上げてます。で沖縄の海兵隊もほとんど事実上8000人なんていないんですよ、はい、もう1000人か2000人なんですよ、はい、残ってるのは、はい、ですからいざという時緊急出動できる体制さえ取ってれば、うん、アメリカはの戦略は後方に実戦部隊を置いておくというのに変わってるんですよ。そうすると普天間の基地はなくてもいい。ただ沖縄は日本の領土であり、その近辺は領海ですよ、うん、日本自身が守らなきゃいけないんですよ。本当は自衛隊が守らなきゃいけない。だから本来そこなんですよ。だからアメリカがいることによってこの極東のアメリカのプレゼンスは極東の平和を守っている一つの要因なことも事実です、うん、そアメリカが後退すればそれだけある程度の空白であることも事実です、うん、だからそれは日本の領土であり日本の平和のためなんだから日本がやりゃいいんですよ。だから鳩山さんは総理になった頃、あれなる前かな、常時駐留なき安保と言ってましたね、うん、沖縄に米軍がいつもいることはないと、うん、どうですか、うん、だけどそのいわゆるいろんないざという時の緊急体制のシステムだけはなきゃいかんでしょう、ね、だけどそんな日本の実戦部隊が、だけど実戦部隊をアメリカも前線に へばりついて置こうという気はないんですから、もうないないですよ。だから引き上げてるんですよみんな。いやだけどじゃあ緊急の時に来れるようにだけしてる。じゃあ普天間はもう基地なくてもいい本当は。いやそれはもう軍事的にはもっと喋らなきゃ分かんないですけど、僕は可能だと思ってます。ということは野田さんはその線で行けばいい、むしろアメリカと話すことですね。やってないねそれ全く。だからねそこ、まあ、アメリカにねそんな遠慮することないんですが、うん、なぜ日本の政治家が今までですよ、うん、野田さんを言うんじゃなくてそれをアメリカに言えないかというと、そこすとじゃあお前がその分の責任持てと言われるからですよ、うん、それが嫌なんですよ。責任持つのがね、責任持つのが特に安全保障で、そうそうそう、だから、うん、なんだとアメリカはいねえ方がいい、責任は持たねえわ、うん、じゃあどうすんだって話になっちゃうんです、うん、だから口悪い言葉で言いますと日本はアメリカに守ってもらって、そうそう、中はドリームランドになってる。そうそう、だから自分は何もしないで、まあ、必要な時金だけ出して、うん、そんで済みはいいなってことですから、うんアメリカ人からものすごく軽蔑されてるんですよ。だどうすりゃいい。いやだからその極東の平和、日本の平和と安全のために、米軍が後方へ引いてできた空白は日本が可能な限り担えばいいんですよ。小田さん、この安全保障論また改めてやりましょう。いいですよ。どうぞ。はい。この後日本をどう立て直すかというテーマに変わっていきますけど、うんうんうん、その前にちょっと最後でもいいんですけど、今ここでじゃあ扱いましょう。愛知県のステイメンさんからです。09マニフェストを事実上破棄したのに続いて、消費税増税や TPP 協議参加などの今の民主党は国民の生活が第一の理念を完全にドブに捨てている。そして民主党に期待した国民もそんな民主党を見限っている。今、国民の多くが小沢さんの新党立ち上げに期待してるんではないかと。小沢さんの真意はいかがかと。どうですか、新党立ち上げ。僕は、はい、後から民主党に合流したものですが、それでも自分が先頭に立ってそれで政権交代を実現させてもらいました。だからできれば、新党を生むんじゃなくて民主党が本来の原点に立ち戻って国民の皆さんの信頼をもう一度回復できるようにしたいというのは私の最大の。立ち戻らないでしょう。いや戻れますよ。鳩山さん、菅さん、野田さんとね、うん、3代続いて立ち戻らないのにどうして立ち戻れますか。いやもうやればできますよ。ということはやっぱり小沢さん、うん、言わないでおこうと思ったらやっぱり小沢さん代表にならなきゃダメなんだよ。それはまた別問題ですけど。
はい、じゃあ次のテーマに行きます。日本をどう立て直すかというこれからの話をします。それはさっき言ったんだけど、まあでもあのもう少し広いテーマでいきましょう。はい、まあね、今まあ円高不況と、じゃあさっき言いました、おっしゃった安全保障もいい加減、そういう日本どうすればいいんですかね、これから。僕があの物の本に書いたり あちこちで喋ってるのは、やっぱりさっきも言いましたけど、日本人の自立ですよ。自立ってどういうことですか。だから自分で考え自分で判断するという習性をつけないと、もうとにかくその時その時でマスコミだやなんだかんだに、こううろなんて言いますか、あの影響されてふら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 するってんでは、うん、本当にあの日本の国を立て直すことは僕はできないと思いますね。うん、で自立というとね、真ん中より右の方は2つのことを言うんですよ。日本も核兵器を持つべきだと。これはどうですか。アメリカも中国もロシアもね、イギリスもフランスもみんな持ってると。最近インドもパキスタンも持ってる、北朝鮮まで持ってると。やっぱり持つべきじゃないかと。核兵器のね、保有はね、軍事的にも政治的にもあんま意味ないです。意味ない。意味ないです。だって北朝鮮はあんな国なのに持ってるじゃないですか。いやだけどちゃんとそのために日米安保あるんですから。日本が核を持つあの政治的軍事的意味は薄いです。薄い、はい、だから僕は賛成ではありません。賛成ない。いや、小田さん言い切られたのはいい。実は中川翔一さんってね、亡くなられたけど、うん、彼がね、核兵器持つかどうかはともかくね、持つかどうかという論議はすべきだということを盛んに言ってましたね。ああ、ああ、うん、論議はいいですよ、うん、だけど僕はその僕の論理では今言ったように軍事的にも政治的にも核兵器持つことはあまり意味がない。もう一つ、それは憲法を改正すべきだと。今の憲法9条がね、専守防衛だと。やっぱり日本もちゃんと爆撃機を持てるように。例えば今ね、よく言われてるのは北朝鮮のノドンが200機日本を向いていると。いつでも撃てるようになってる。でも日本はこれどうしようもない。で、本気に向こうがね、撃つ、あれ撃とうとする、どうやって判断するんだって。実は専門家に聞いた、その判断はアメリカに任せてるんだって言うんですよ、うん、日本に判断できない、うん、でもし向こうが撃とうとしたら撃ってきたらどうするんだ。それもアメリカにお任せしてると、うん、こんな安全保障ってあるんですか、うん、ですから、うん、それは即核兵器や核兵器搭載の弾道弾持つという話じゃなくて、うん、その今の科学ですと、北朝鮮で発射してどこを狙って発射したかというのは即座に分かるわけですから、そういう意味の防衛の体制というのはそれは当然作っておくべきだと思います。その迎撃するミサイルは持つべき。それはそうです。防衛のためのね、その迎撃ミサイルを持たなくちゃ。例えば北朝鮮がミサイル撃った、その基地はやっぱり攻撃しちゃダメですか、日本は。だからそれは世界状況全般、あるいは日本のその時の状況全般によりますけれども、うん、いわゆるそうすると、それはだん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 エスカレートしちゃう。だからそこなんです。そんじゃ先制攻撃がいいんだって話になっていっちゃうんですよ。うん、そうすると、もう元のまたごちゃごたの黙阿弥になっちゃいますから、うん、僕はね、多少の不利であっても、その先制攻撃の論理は取るべきじゃないと思いますね。僕はね、小田さんが実は海部内閣の時に、このイラクがイランに侵入した湾岸戦争、はい、あの時に小沢さんは確かやっぱりこの湾岸戦争には自衛隊は参加すべきだとおっしゃった。そうです、ね、そうです。ところが自民党の反対もあってできなかった。でそこなんですね。だから小沢さんはもう少しね、今 あの日本がああいうのは自衛隊は参加すべきだということをね、本当は小沢さんは民主党の中でこういう論議をね、国民的に巻き起こすべきだと思う、うん、だから僕はあの時もね、うん、自民党中よりもね、内閣が決断できなかったんですよ。できなかった。そう、あれは僕はね、とにかく難民を運ぶための飛行機とか、うん、エジプトに領海を取ったりなんだり、うん、いろんなこととしてもうゴーサイン出ればやれたんですよ、うん、だけども結局内閣なんですよ問題は。だから海部さん党うんぬっちゅうじゃないんですよ。海部さんです。あの当時は海部さんでした、うん。ああでも海部さんなんて小田さんどうにでもできたんじゃない。そうじゃないです。やっぱりね、行政知能は、うん、その指揮命令系統で動きますから、うん、その総理大臣なり国務大臣が命令しなきゃ動きませんから。じゃあやっぱりこの国を変えるためには
小沢さんが総理大臣になるしかないじゃないですか。だってね、本当だよ ね、まあ、ね、幹事長ダメやってるんだから。いや、あの時もね、うん、もう本当驚くべきはね、その海部さんもそうですけど、誰が反対したかって言うと、外務省、防衛庁、この2つが一番反対したんですよ。そうそう、大体そうなんです。後になってからわわわわなんか言い出しましたけど、だからあの時、あの後にですよ、せっかく金丸さんがね、小沢さんにお前それ総理になれた時なんで断ったんですか。いや、それまた別問題、あれ断るべきじゃないよ。だから宮田さんになっちゃった。だけどとにかくね、やっぱりそういう問題も、まあ、憲法の問題、憲法の問題も、憲法改正というとね、もうとにかくギャー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 感情的議論になっちゃうんですよ。だ、右だ左だっつってね、またエスカレートですからね。そうじゃないんですよ、うん、他の国はその都度変えてますからね。ドイツなんて何でも変えて、第一憲法作んなかったしね。憲法は、うん、日本の国民が安心して安定した生活できるためのルールですから、状況が変われば変えていいんですよ。と、小沢さんは憲法改正は賛成。僕は賛成ですよ。賛成です。すべきとこはした方がいいと。九条は、九条はね、九条の精神を僕は変える必要はないと思う。ない、うん、ただ国連の活動について、あるいは自衛権について曖昧なところありますから、うん、そこは補足した方がいいと思います。小沢さんは前からおっしゃっている、国連軍というものができれば、うん、日本はそれに参加すべきだとおっしゃっている。今でもそう思います。で、湾岸戦争は残念ながら国連軍ではなかったと。だけど国連の了解、了承した、認めた多国籍軍ですから、うん、あ、じゃああれは参加すべきだと。すべきだ。あ、今後起きたら。ただね、うん、そう、僕がそう言うとね、あいつはもうすぐなんだかんだって言われますがね、実戦部隊に参加しろって言ったんじゃなかったんですよ、あの時だって。例えば物資を輸送してくれ、あるいは赤十字の役割を後方でやってくれとか、そういう類の話なんですよ。な、実戦部隊なんて自衛隊実戦経験ないですから、邪魔なんですよ、こうやって言ったら。だからそういった補完的な役割でいいからやってくれっていうのがアメリカの要求だったんです、として。それでね、あの時にじゃあ補給船をやろうと、 あるいは飛行機を補給の飛行機飛ばそうと、みんな拒否されたんですよ、民間会社から。そしてその時に僕はね、アメリカの人からね、日本中のはね本当に身勝手な国だと、ペルシャ湾に、あの時にタンカーが、日本のタンカーが二十何隻いるって言われたんですよ。ほう。